こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者が注意する売り方のコツ、利益を出す手順の2種類の売り方のリサーチ方法をご紹介しますというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、このところですね、こちらのタイトル通りなんですけど、2種類売り方ですね、ぜひね紹介させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、ライバルセラーですね、メルカリ、ラクマ、ヤフオクなんてもいいんですけど、ライバルセラーの売れてる商品ですね、これをぜひね、リサーチして仕入れてください。はい。で、その後なんですけど、安く商品を仕入れて、適正価格で高く値段を設定して売るですね。はい。で、これはですね、商品を仕入れて、実際高く売る商品であります。なので、ぜひね、まず、この商品を高く売る設定をね、して、売っていただければいいかと思います。はい。その次なんですが、この3番ですね。で、2番で、仮に商品を高く売れない場合ですね、売れない場合はですね、商品の値段をね、下げて売ります。で、これはですね、10%ですね。で、できれば人がいる時間帯です。朝の7時とか、お昼12時ですね。で、夜の、まあ、7時、8時、9時、10時以降ですね、12時とかね、に、徐々に、まあ、10%値下げしなくてもいいので、少しずつね、100円引くとか50円とかね、値下げをしていただいて、売っていただきます。で、そうしますとですね、売れる価格が出てくるんですよね。はい。それをね、ぜひ試していただければと思います。で、4番なんですけど、この2番と3番で、まあ、安い商品を高く売るパターンと、高い商品ですね、まあ、売れない場合です。値下げをして売る2種類パターン、これもぜひね、マスターしていただければです。これテスト通りですね、ぜひマスターしてください。で、5番ですね。売れましたら、その基準、その商品の値段が大体基準になります。で、この基準をもとに、今後ね、仕入れ出品していただければ、商品利益出て売れてきますので、ぜひね、試してみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube からの質問一切受け付けてません。ライト登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。